直樹パークです。で今日はね、イワナ水槽、いわゆる渓流魚の飼育水槽と熱帯魚の飼育水槽、これ水温が冷水と温水で全く正反対なんですよね。そこでね、このそれぞれの水槽の飼育設備を消費電力なんかも含めて同時にご紹介させていただくことで、比較していただいたり、渓流魚飼育や熱帯魚飼育を検討中の方には選択するにあたって少しでも参考にしていただけたらなと思って、この動画を作ってみましたので、よかったらご覧ください。それではまずはイワナ水槽からいきましょうかね。使っている水槽は120センチのスリム水槽になります。まずは魚化器ですが、ゼックスさんのメガパワー1215と9012の2台使っております。イワナはきれいな澄んだ水でないと生きていくことが難しい魚ですので、この水槽には十分すぎるほどの容量のものを使っております。ちなみに1215の適用水槽が120センチから150センチ水槽とされておりますので、その十分さが分かっていただけるかなと思いますね。次に冷却器ですね。イワナは夏でも15度前後の水温を維持する必要がありまして、日層さんのアクアクーラー 40-2 というものを使っております。実際に使ってみないとわからない部分ではあるのですが、夏場に15度前後の水温を維持するには結構な冷却能力を必要とするんですね。なので冷却器についても水槽に対して十分な能力を持つものを使っております。残る設備は水流ポンプですね。上畑さんのセイヨ4400というものを使って、イワナの生息する渓流域にあるような水流を作り出しております。もちろん魚が避難して休める場所は設けるようにしておりますね。あとこの水槽ではバッキ効果を利用しておりますので、エアポンプは未使用となります。はい、それでは次は熱帯魚水槽ですね。熱帯雨林ゾーンなんて名付けて玄関に置いている水槽なんですけどね。これずっとぶら下がってるわけじゃないんですよ。こんなんずっとぶら下がってたら、うちに来られた方みんなびっくりしますからね。はい、こちらの水槽はですね、90センチのスリム水槽になります。こちらに使っているろ過器はゼックスさんのメガパワー6090ってやつですね。適応水槽は60センチから90センチの水槽とされておりますので、この90センチのスリム水槽では適当な容量かなと思っております。次はヒーターですね。こちらは日層さんのプロテクトヒーター300と200の2台を使用して、冬でも27度前後の水温を維持できるようにしております。消費電力は300の方が 300W、 200の方が 200W の計 500W となります。であれば 500W のヒーターを1本でもいいんじゃないのって思われる方もいるかと思うのですが、これは1台が故障して加温できなくなった時に急激な水温低下を防止するという故障対策でもあるんですよ。加温し続けてしまうという故障もありますので、その場合は役立たないんですけどもね。あとこの水槽にはことぶきさんのサイレントエア SA1200S というエアポンプも設置しております。ということで、照明器具は除いた形となりましたが、いかがだったでしょうか。少しでも興味を持ってご覧いただけたのであれば幸いです。そして最後になるのですが、実は先日私の知人から知り合いが本を出したんだけど自分も協力したんだなんて連絡がありましてね。でその本は生き物の図鑑なんですが、ちょっとこの場をお借りしてご紹介させていただきたいと思います。ただですね、これに載っている生き物がタランチュラやサソリといった寄虫と言われる虫たちが紹介された図鑑ですので、こりゃあいかん、苦手だ、うおーって方は大急ぎで再生を停止させていただければと思います。はい、出ました。もう出してしまいましたよ。間に合わなかった方ごめんなさい。でも大丈夫です、表紙しか写しませんのでね。中身は公
放映されてのお楽しみということでよろしくお願いします。著者は田辺拓也さん。図鑑のタイトルは世界の奇虫図鑑、キモカワイイ虫たちに出会える。定価は1600円ですね。表紙にも載っているようなクモとかサソリとかムカデとか、その他に日本で採集できる虫たちも載っておりまして、入手方法や飼育方法も記載されたりしてるんですね。飼育については謎めいた部分も多い虫たちですので、読者としては嬉しい情報ですよね。ということで、もし興味があるという方がいらっしゃいましたら、お買い求めいただけると著者の田辺拓也さんが喜ばれるのではないかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは今日はここまでとなります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。バイバイ。